ウミガメの上陸や産卵を調査する高知大学ウミガメサークル亀イズム。ウミガメが産卵に訪れる5月から8月にかけて、高知海岸や芸西村の琴ヶ浜で活動しています。まあ、基本的にはウミガメを守るための活動っていう感じで、なんか砂浜を毎週歩いて、そのウミガメが産卵してないかどうかを確認して、なんかその産卵してたら、まあ、卵をチェックして、まあ、いろいろ研究をすることによって、なんか役立てるみたいな、環境保全のために役立てるみたいな感じですね。はい、7月初旬、琴ヶ浜での調査を開始した直後、ウミガメ上陸の痕跡を発見しました。初めて見つかりました。今年初です。ある。卵を傷つけないよう慎重に掘り起こす学生たち。果たして産卵はあったのでしょうか。ないです。残念ながらないです。またこれから調査ずっと続けていくんで、そのうちで見つけられたらいいかなっていう感じではあります。産卵はなくとも、上陸した位置や天候、砂浜の環境を記録し、研究資料として大学に持ち帰ります。温暖化で逆風で、だいぶもう生活しづらくなってると思うんで、なんか産卵しに来る間だけでも、良い環境で産んでほしいなってやっぱり思うので、なんかそのやっぱゴミがあったら、通りにくいとか産みづらいとかあると思うんで、積極的にそういった活動にこれからも参加して、ウミガメにとって産卵しやすい環境を作っていくことに尽力したいなって思ってます。はい、海と日本。